お腹が気になる方はたったの5回だけやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ででん、フォームローラーを使ったフォームローラーフラッグという腹筋を紹介します。これたったの5回でいいですので、普通の腹筋に慣れた方とか、シットアップとかレッグレイズとか、そういった腹筋がね慣れてる方はですね、フォームローラーを使って今回の腹筋をやってみてもらえたらと思います。たったの5回なんですけども、1回あたり10秒ぐらい息を吐きますので、計1分ぐらいの腹筋になります。下腹が気になる方、ご飯を食べた後にお腹が出てしまう方、そういった方にはおすすめです。では説明します。フォームローラーはまず腰の位置に合わせます。腰の位置に合わせたら、フォームローラーを上から手で持っときます。この状態で膝を90度よりも少し伸ばして、これぐらいで足を上げた時に上半身も軽く起こします。そっから寝ながら足をゆっくり下ろして、かかとが床につくぐらいまで行ったら、また足を戻しながら体を起こします。これを5回行います。1回やってみます。息を吐きながら、といった感じです。息を吐き始めて動きながら、息がなくなりかけたら体を戻します。止まった時に息を吸います。これを一緒に今から5回やっていきましょう。いきます。はい、お疲れ様でした。今みたいにですね、ゆっくり動きながら息をしっかり吐いてください。そうすることで腹横筋と腹筋両方同時に鍛えることができます。で、回数を行う腹筋っていうのはお腹に乳酸が溜まりますから、すごい腹筋やってる気分になるんですけども、今回みたいな回数が少なくて効く腹筋っていうのはお腹に疲労感が溜まらないままで筋肉を使いますから、疲労感はないんですけども腹筋にはしっかり効いています。上半身より下半身の方が重たいですから、腹筋をつけたい方、お腹を引き締めたい方、同時に行いたい方はね、今回の腹筋フォームローラーを使ったドラゴンフラッグの初級編の動きがおすすめです。ということで、今回は腹横筋腹筋、たったの5回で両方使える腹筋の紹介でした。頑張った方、勉強になった方はよかったらグッドボタンとコメントもよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。